お願いいたします。では記者会見を始めます。知事お願いいたします。はい、最初に私の方から4点ばかり申し上げたいと思います。まず第1点ですが、平成27年度におけます、おける防災訓練の実施予定についてお知らせをいたします。防災訓練については、今年度から住民参加型の訓練を年4回に増やしましたけれども、来年度につきましても、年4回の防災訓練をこの季節ごとに実施したいと思っております。まず、春の風水害対策訓練でありますが、5月31日の日曜日に、都内最多の土砂災害警戒区域を持つ八王子市と合同で、市西部の御方地区を対象に、避難勧告等に伴う住民避難訓練や、住民も参加する土の積みなどの水防訓練を実施いたします。次、夏ですが、夏の総合防災訓練は9月1日火曜日です、の防災の日に、国営昭和記念公園を主会場として、立川市と合同で、自助、共助、公助による総合的な訓練を実施いたします。来年度は東京都が9都県市の防災訓練の幹事となりますものですから、政府とも協力して、全国からの自衛隊、警察、消防の応援部隊の受け入れなど、国の立川広域防災基地の機能を生かした、より実践的な訓練を実施いたします。次は秋です。秋の津波対策訓練につきましては、昨年は台風の接近により中心となりましたけれども、10月28日水曜日に、改めて三宅村および御蔵島村と合同で、高台への住民避難訓練や、海路、空路を活用した自衛隊、警察、海上保安庁等による支援訓練を行います。次、冬です。冬の帰宅困難者対策訓練は、場所は今調整中ですけれども、来年の2月頃に、帰宅困難者の誘導や従業員の帰宅抑制、家族への安否確認などの訓練を実施する予定でございます。で、これらの訓練を通じまして、安全安心な都市、東京の実現に向けて、東京全体の災害対応力を高めていきたいと考えております。この件の詳細は総務局に聞いていただきたいと思います。2番目です。2015年東京国際ユースサッカー大会についてお知らせをいたします。この大会は東京都の島友好都市などの14歳以下のジュニアチームによる国際交流試合として東京で開催しているもので、今回で7回目となります。今出ましたけれども、1960年東京オリンピックのサッカー競技場でありました駒沢オリンピック公園総合運動場で、5月の1日から5月の4日まで開催いたします。海外からは前回優勝しましたブエノスアイレスのボカジュニアーズやサンパウロのコリンチャンスなど、世界の有名選手を輩出しているクラブのジュニアユースチームのほか、北京やジャカルタの選抜チームなど、合計9都市の代表チームを招聘、そこに書いてありますように招聘いたします。そこで国内からは、我が東京から地元東京の FC 東京、東京ヴェルディおよび東京都サッカー協会選抜チームの3チームに加えまして、東日本大震災で被災しました岩手、宮城、福島、茨城の各県のサッカー協会の選抜チームの合計7つのジュニアチームが参加して、世界トップクラスのチームに挑んでまいります。大会期間中には試合以外にも参加各都市の皆さんと交流を深めていただく場を設けております。今回の大会では日本語を含めて10言語の数は10です。そこで10の言語が使われますので、選手や指導者の皆様に、この前東京マラソンの時に使った多言語翻訳アプリをスマートフォンなどにダウンロードしていただいて、交流の場で活用してもらいたいと思っています。この大会を通じまして、サッカーを愛する者同士、言葉の壁を越えて友情を育み、かけがえのない思い出を作っていただければと思っております。またですね、そこに出ましたように、これに合わせまして、都民の皆様向けに大会アンバサダーであります元サッカー日本代表の北澤剛さんによる親子サッカークリニックと、これも実施する予定であります。実施日がそこに書いてありますように、5月の4日親子50組100人、
まあ、ゴールデンウィークの一番気候のいい時ですから、ご家族ご友人お誘い合わせの上で会場に足を運んでいただいて、次世代を担う選手たちのはつらつとしたプレーに声援を送っていただければと思っています。まあ、この件詳細につきましてはオリンピックパラリンピックに準備局に聞いていただきたいというふうに思っております。それから次はですね、先般皆さん方にもおいでいただいた開通式やりました3月7日に開通した首都高速中央環状品川線の開通後1週間の利用状況をお知らせいたします。私が5% 車の流入が減って 40% 渋滞が減るということを言いましたけど、本当にそうなったのかどうなのか、この新宿から羽田まで、今まで40分なのか20分で行けるのかどうなのか、まあ、1週間しかないですけどちょっと調査をかけてみました。その結果ですね、今回開通したこの区間のですね、こうちょっと前に戻してくれ、5万台、1日平均5万台です。だからまあそれ一定の効果が出たと。それで次がですね、初めに首都高速を利用する車が都心環状線から中央環状線に転換したことによって、まあ、最初 5% と言ったんですけど、都心環状線の1日あたりの交通量は開通前に比較して 7% 減ったと。次お願いします。で、これによって中央環状線の内側における首都高1日あたりの渋滞混雑量はですね、まあ、日にちによって多少差はありますけども、4割ぐらいだろうと言ってたんですけど、大体5割の減ということで、まあ、予想以上に効果が合っているということです。それから新宿からどれぐらいかかるかと、羽田までなんですが、これ40分が20分と言ってましたけども、ですね、19分で行くということなんで、まあ、これも予想通りと。それと特筆すべきはですね、まあ、皆さん方もご記憶に浜崎橋がいつもジャンクションこんなに混んでたんですね。それがですね、もうほぼスイスイ行けるようになったと。だからこれが大きな効果であります。まあ、おそらくその反面、この中央環状池袋あたりが逆に混むようになって、混むところは若干変わったと思いますけど、まあ、現実に私も毎日のように走ってて非常に空いてるなっていう感じがあります。で、まあ、今回この1週間の速報値ですけど、今後ともデータの収集分析を行っていきます。詳細につきましてはこの件は建設局に聞いていただきたいと思います。それから次の話題は葛西臨海水族園でありますけれども、例のマグロは今生き残っている2匹は元気ですので、ご安心いただきたいと思いますが、ただ原因が分からないんで、同じ水の中で新たに入れていいかどうかっていうんで、ちょっと今すぐに投入するわけにいきませんが、別の、まあ、ちょっとあいい話題をお知らせいたしますと、この葛西臨海水族園の新たな教育普及活動でありますけれども、この度ですね、専用の車両を導入して移動水族館事業を始めたいと思っております。これ見ていただくと分かりますように、移動水族館事業というのは病院とか福祉施設などで、まあ、来ていただくことが難しい方がいる施設や都立公園など多くの方が集まる場所に、要するに移動水族館車で、海の生き物を連れてきて見てもらうということで、多摩地域を含む都内全域を対象とする予定であります。で、2つのトラックで、1つはですね、このウニや大型水槽を備えた専用トラックと上ですね、ここに全長8メーター 1.6 トンで、サンゴ礁の東京魚のところで、それともう一つはウニやヒトデなど磯の生き物の触れ合い用の水槽を運ぶ車両があります。それで愛称募集して300件応募になりましたけれども、まあ、こっちが海から来るんで海来る号というんで、こちらが磯来る号というこういう名前を付けましたんで、3月21日の土曜日にこれを葛西臨海水族園でお披露目をいたします。で、ぜひ来園者の皆さんに見ていただきたいというふうに思いますので、で今後自分のところに例えばお年寄りの施設で、行けないんで来ていただきたいという、そういう
施設の募集を行っていきますので、多くの皆さん方にご利用いただければというふうに思っています。この点も詳細は検察局に聞いていただきたいというふうに思っております。ちょっとマグロの大量死ということで、大変皆さんにご心配かけてますので、新しい事業でこういうこともやりますということをお知らせをいたします。幹事社さん、私の方からご報告は以上でございます。ありがとうございます。幹事社の東京新聞の方から、ちょっと1点お伺いします。今の、葛西臨海水族園のマグロの話なんですけれども、原因がわからないので、ちょっと今後の方針はなかなか難しいとは思うんですが、とはいえ、もうすぐ春休みでですね、おそらくメインの水槽が今マグロは2匹だけになっているので、何らかの対応は必要だと思われるんですけれども、ちょっとどういうふうな対応が必要なのか、もしくはどういうことが考えられるのか、ちょっと見通しをお聞かせ願えればと思います。今一生懸命研究者の方に死因の特定を行っているので、あるビールスが問題なら、そのビールスを除去しないと新しい魚を入れても同じことになりますので、これができないというのは非常に今困っているんです。それでどうするのか、これは今おっしゃったように春休みがありますから、例えばその今生きている2匹だけ別に移して完璧に水を変えるのか、だけど海から取水している海水自体に問題があれば問題ですし、なかなかそのきれいに洗浄しても本当にビールスならばどっかに残っていれば同じことになりますんで、もうちょっと時間いただいてですね、原因特定を今全力を挙げてやっているというところで、新しい展開があればまたこれはすぐご報告したいと思っています。分かりました、ありがとうございます。各社お願いします。質問の際には、社名と名前の方をお願いいたします。はい、どうぞ。日本テレビの久野村です。マグロに関してなんですけど、私も春休みもそうなんですけど、例年夏初夏ぐらいにマグロをいっぱいこう継ぎ足すというかしていたと思うんですけども、そうなったらやっぱこう発注をかけるタイミングみたいなのもあると思うんですが、そういうのも含めてなんか期限というか、ここまでにはもちろん原因特定できない中で難しいと思うんですけど、ここまでには判断したいっていうのがあるのか、もしかしたらそれまでにこう原因が分からなければ今年はもうそう大量には投入できないという事態になってしまうのか、その辺っていうのはどうなんですか。今の答えはできるだけ早くとしか言いようがないんですけれども、また新しいのを入れてこれがまた全部死んじゃったということになると非常に困っちゃいますんで、そこも含めて少し関係部局とも話をして、何らかの工程表みたいなのができるようであればですね、生き物が相手なんでなかなかそれができないんですけど、工程的なものを仮にでもですね、それは守れるかどうか分からなくてもやれるかどうか、これちょっと検討課題にさせていただければと思います。あとよろしくございますか。はい、どうぞ。テレビ東京の鵜飼と申します。はい、知事もよく経緯等ご存知だと思いますけど、山陰のですね、清水谷宿舎についてなんですけれども、今山陰で、早ければ今週もしくは、今月中には立て直すという方針を、決める可能性が、高いんですけれども、振り返ると当時は石原都知事などがですね、反対をして一旦は計画がなくなったんですけれども、この問題に関する舛添知事の今現状のお考えあれば教えていただきたいんですけれども、まず今国や都との関係で参議院どういうになっているかというのはちょっと情報がほとんどありませんので、どこまで正確にお答えできるかは分かりません。で、私が参議院議員であった頃は、あそこの貴重な緑との絡みでっていう話がありました。で、今も基本的にはそれは変わってないと思いますけども、ただあの辺り一帯、例えば赤坂プリンスホテル、これ今建て替えをやってますね。だから地域全体で見たときに、おそらく状況が若干変わってるんじゃないかなというふうに思ってますので、今、参議院がどういう動きをしているかもちょっと分かりませんので、もう少し情報を入れさせていただいて、判断できる材料があればというふうに思ってます。今のところは全く考えてもいなかったんでですね、
状況も変わってるんじゃないかなっていうのが今の、私の率直な感想です。当時は横のですね、緑地というか公園の部分を大幅に潰してですね、建て直すっていうのが大きな方針だったんですけども、今はどちらかというと現状の土地を潰して建物を潰してその上に建てると、その周りの森の部分には全く影響を及ぼさないっていう方針ということなんですけれども、まだ正式決定はしないんですが、そういう方向になりそうということで、そうである場合都として特段反対されるということはないですか？正確な情報が来ての上でないと不正確なまま話はできないというふうに思いますけども、状況変わればそれなりの反応ができるだろうというふうに思ってますし、やっぱ国会の審議迅速にしてもらうために東京以外のところからほとんどの国会議員の皆さん来られてますから、やはり深夜国会があったりっていうようなこともあるんで、近くにいて、国会議員としての活動ができる状況を整えるというのは、これも非常に重要なんで、そういうことも勘案しながら、現実に実際そういうお話が来たときにまた判断をしたいと思っています。あとよろしく、はい、どうぞ。読売新聞の山村と申します。はい、今ニュースでも報道されているんですけれども、東洋ゴムのですね、ゴムの偽装の問題がですね、全国各地で相次いでおりまして、東京都内に5棟あるということなんですけれども、はい、まずこれの受け止めと国交省ないし、その同社がどういう対応を取るべきか、知事はどうお考えなのか、お聞かせください。まず私も、基本的には皆さん方の報道のニュースで知りましたけど、ずいぶんずさんだなというか、確か一人しかチェックする人がいなかったっていうんで、特に四国なんかで公共建築物であったり、特に地震の時に指揮を取らないといけない建物がそうだと話にならないんで、これはもう早急に、きちんとしたものに取り替えないといけないというふうに思ってます。で、私のところにもこの東京都内の5棟という話は来てますけれども、これはその民間の建築物であって公共の建築物ではないということでですね、それでその誰が管轄するのかというと、建築確認書を受け取る窓口なんで、そうすると区であったり市であったりするわけです。で、あと国や区が市が公表してないということなんで、個人の民間ですから、都としても公表はしないということでありますけれども、国が今国交大臣が指示をして構造安全性の検証を早急に行えということなんで、行ってですね、とにかく早くまともなものにしてもらわないといけないというふうに思ってます。で、まさに先ほど申し上げたように免震材料を作るところがデータ正しくなかったということなんで、そういうことがあってはダメだと思いますんで、国が今采配してきちんとやろうということですし、窓口の駆使もそれなりに動いていると思いますんで、いろんな技術支援なんかで都の力が必要だということになれば、喜んでそれは協力したいと、そういうふうに思っておりますので、そういう要請が来ればすぐ動きたいと思っています。よろしくございますでしょうか。あとはよろしいございますか。じゃあ、はい、冒頭発表がありました、フジテレビの相田と申します。はい、冒頭発表がありました首都高速中央環状線の開通で渋滞が減ったということですけれども、はい、高速以外のですね、道も渋滞をなくすということが、実は東京から渋滞をなくすということが掲げられていますが、はい、具体的に高速以外どういった方策でですね、なくしていきたいというようなお考えをお持ちかあればお聞かせいただけますでしょうか。例えばですね、信号のシステムで日本、特に東京、日本の場合一般的にそうなんですけども、やっぱ交通事故をなくそうということが全てに優先しちゃうと。そうするとあまりにも短い区間にたくさん信号があると、でこれが渋滞の原因になるわけですね。だから、交通安全も考えながら、しかしあそこまで信号ある必要があるのかと。で、ある必要があるとすれば、今でもそうですけどシンクロナイズされて時速40キロなら40キロ、60なら60の制限速度で走ってると、スーッと青なら青のまま行ける。で、そういうシステムは相当進んでいると思いますので、今後ですね、警視庁と協力をして、警視庁にも要請をしてありますので、
しっかりとどういうシステムをやればうまくいくのかということを考えたいというふうに思っております。私がその渋滞ない東京というのは、一つは公共交通機関がものすごく発展してますから、これは一つのバックグラウンドであります。それからもちろん高速料金は払わないといけないですけども、例えば私が今からお台場のフジテレビまで行かないといけないというときに、下の道ではとてもじゃないよというときに、上の道で、お金がかかるけども払って15分で行けるというのはいいわけですね。逆に先ほどの浜崎橋とか使えてレインボーブリッジ渡ってるんじゃとてもじゃないというときは、下の道通って行きますね。だから選択肢があって、どちらを使っても構わないと、とにかくあるところまで極めて迅速に行けるというのは渋滞のない街だというふうに思いますので、それとこれは高速道路にの話なんですけども、例えば三軒茶屋のところ3号線走ってると、上り坂になるとみんなブレーキかけちゃうんで減速しちゃうと、高速道路あれ早く行けっていうのを光が点滅してそれより遅れてると心理的に行きづらくなるというようなことでもあるんでですね、そういうのも高速は高速で使って全体の車の流れをスムーズにするっていうシステムを、これはあらゆる知恵を入れて、いろんな技術的なことでも可能だと思いますね。日本は減速するシステムいっぱいできてます。バリア作ったりとか、カーブを多くしたりとかで、今からだからどうせ車に乗るんだったらスピード感を持っていけるようにすると、それとそれからもう一つ矛盾しているように思われるかもしれないですけども、都心の道路できるだけ歩行者専用にしちゃって車入れないと、でそうするとそれからパークエンライドっていうようなことで、都心に入る前に車降りてもらって、あと公共輸送機関、そうすると車の数が減りますから、だからやっぱり相当、先ほどマニラの都市圏の方々はたくさん表現にお見えになりましたけど、マニラなんかから見るとすごいな、この車がスイスに走る街はっていう感じだと思いますんで、長くなりましたけど、警察含めて関係機関と協力して実現したいと思ってます。松村さん、じゃあ最後にどうぞ。はい、先週北陸新幹線開通しましたけども、はい、北陸は観光客が増えるということで期待大きいみたいですが、東京都にとっても何かメリットはありますでしょうか。これはよく言われているように、関西に行ってた方々が東京に来るんじゃないかと、で福井とか富山とか石川とか、北陸はどちらかというと喋ってる言葉方言含めてなんですけど関西圏ですね、食べ物の味も。だけど要するにあれ大阪までつながらなければ東京来る方が早くなっちゃう、そうすると東京に来て北陸が東京文化圏になるんじゃないかというようなことが言われてます。で関西の方は非常に不満だと思いますけれども、そう東京新聞が言ってるのかどうなのか、どの新聞か分かりませんが、そう大きく書いてあった新聞があるのを記憶してますんで、そうするとですね、それだけやっぱりたくさん北陸の方が来られると。で今東京は2020年大会に向けて大きく変貌してますから、やっぱスカイツリー見てみたいとかですね、ちょっと晴海あたり行ってみたいという方がどんどん来られれば、それは東京にとってももっともっと観光客が来る、それで、東京のいいものをまた持って帰ってもらう、我々も向こうの名物含めてですね、いろんなものを味わえるということで、やっぱり大きな効果があるんで、あれ200数十億円の経済効果で、そのうちの一部は東京にも効果があると思ってますんで、あと問題はその長野あたりが逆に落ち込むんじゃないかとか、いろいろありますけれども、しかし、それだけの経済効果が見込まれていると思ってますんで、東京にとってもプラスだというふうに私は思ってます。よろしいでしょうか。はい、じゃあちょっと時間来ましたんで、終わらせていただきます。はい、じゃあ失礼します。ありがとうございました。